上野美智子君自由民主党の上野美智子でございます。本日は新大臣に就任されました中川大臣に対しましての初めての質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会は、大事な日本の未来を担う子どもたちのための教育分野に関わることが大変多い委員会でございます。ごまかしやや誤りや 正しい情報がゆ歪められるなどの答弁を行わないようにあの、よろしくお願いいたします。真実に基づいた、そしてごまかしのない、明快なご答弁をよろしくお願いいたします。さて、原子力安全保安院は、9月2日に、東京電力福島第一原子力発電所の事故進展解析結果についてという報告書を公表いたしました。こちらにそのコピーががございますが この報告書は、原子力災害対策本部事務局として、経産省別館に設置されたえ緊急時対応センター、ERC といいますが、この中において、事故の進展を予測した経過を記録した報告書でございます。大臣はこの報告書、ご覧になりましたでしょうか、またご覧にいらしていらっしゃるとしたら、いつ初めてご覧になったか、お聞かせください。中川大臣。 あのまだ詳しくは見ておりません、であの報告としてです、ね、こういう内容のものが出ているということを聞いております委員長上野君。では、この報告書が公表されたのは、実は9月の2日ですが、この日は何の日でしょうか。中川大臣ちょっと意図ががわからないんですが上野君 きっとあまりお忙しくて思い出せないのかもしれませんが、この日は野田内閣が発足した日ということは、この報告書を作成した最高責任者は、<laughs> えー、野田総理大臣ということでよろしいのですよね。中川大臣。はい、いいそういうことだとだ思います。上野君、はい 中川大臣におかれましては、たぶん、就任したばかりで大変お忙しい中で、この報告書を詳しくはご存じないというご発言でしたが、実はこの中には、文科省に関連する事項も大量に掲載されております、そして私が言いたいのは、この報告書の公表があまりにも遅すぎたのではないかということです、原子力保安委員は、たぶんずっと前から、この報告書を書き終えて、手元にあったはずですから。 本当ならば、もっともっと早く公表すべきだったと思いますむしろ、こんなに遅くなってしまったことによって、えー、私たち、えー、国民は官内閣の責任追及逃れのような感じもしますしまた、何か情報が隠蔽されているのではないかと勘繰りたくもなるわけです、えー、では、中身の質問に入りますがその前に大臣、えー、緊急時迅速、えー 迅速放,放射能予測、えー、ネットワークシステムという大変長い、あのー、ものなんですが、えー、短く言うとスピーディーですね、について、えー、高木前大文部科学大臣から何か引き継がれたことはございますか中川大臣あのスピーディーについての議論はです、ねあの、私も、えー、この今のポジションにつく前から。あ 興味,興味といいますか、一緒に議論をさせていただいた経緯がありまして、あの高木大臣から特に、ここについての引き継ぎということよりも、まあわゆ、ね、る外略として、全,全体として、こうした議論があったということは聞いております上野君。はい えー、実はあのスピーディーにつきましては、えー、私は震災直後からずっとあの疑問に思うことが多かったものですが、高木前大臣の方には、えー、何度も質問させていただいております、えー、ご存じのように、えー、スピーディーには約120億円、そして緊急時対策支援システム、すべてのシステムですね、その ERSS と合わせると、約200億円という、えー、莫大な投資がされてまいりました。 えー、そしてもちろん、多額な、えー、投資に値する素晴らしいシステムであり、おのののシステムを操作・解析する原子力安全センターも、えー、独立法人原子力安全,機構安全基盤機構、JNES、ね、もあの、緊急時の予測に対応するシステムの運用には、誇りと自信を大変持っております、えー、このことについてはあの、両センターにお伺いして、えー、事実を確認してきております。えー、それがです、ね、このの東日本大震災の まず本当にあのこのスピーディーと ERSS の出番という、肝心なときに有効活用されなかったということ、この事実、大変私も残念に思っております。えもし3月12日の原発のベントの前にです、ね、スピーディーの予測情報に基づいた避難誘導が行われていれば、本当に浪江町の人をはじめとする多くの方々が、余計な放射能を浴びることも、被爆することもなかったんです。 そのことがいまだに尾を引いて、被爆してしまった多くの方々は、これからどうすればいいんだろうと、本当に心に不安を抱きながら、毎日の生活を送っているわけです、えー、その、えー、事故当時のことが、この報告書に、えー、記載されているわけですが、えー、事故発生後に、経産省別館に、えー、設置されました緊急時対応センター、ERC ですが、 政府の原子力災害対策基本本部事務局の役割を担っていましたこのとき ERC は ERSS の解,説解析結果を入手するために運用先の先ほどお話し,しましたが JNES ですねとの連絡を取っていました報告書には JNES が震災翌日未明の1時57分頃から同原発1号機の 解析結果を ERC プラント班に報告してスピーディーの入力データとして用いられたと記載されていますえそこで本論に移りますが先ほど申し上げましたが震災発生直後にスピーディーのデータが運用できなかったことは大変いかに思っておりますそれで私はこの委員会で高木前大臣に当時の経過を質問してまいりました高木前大臣は5月17日の この本会議で、私の質問に対して、いわゆる緊急時対策支援システム、ERSS が機能していなかったということであろうと思いますと答弁し、そしてさらには、今回の事故でいわゆる放出源データが取れなかった、そういう意味で緊急時対策支援システムである ERSS が機能していないと、原子炉からの放出 性物質の放出量が把握できなかった、そのためスピーディーによる予測ができなかったという状況にありましたと答弁されました、しかしながら先ほどもお話し,しましたように、たとえ実際の事故情報が得られなかったにしても、原子炉化の放射,性放,放射性物質の放出源が把握できなかったとしても、これまでの蓄積による想定結果に基づき、十分に予測は可能であり、 信頼できるデータであるということ、それが住民の避難に十分利用できたということは、先ほどもお,お話ししました原子力安全センターと JNS、えー、両方とも認めております。報告書の中で、その事実を認める部分がありますので、もう一度読み上げます。えー、が、ER、プラント班にに、ER、による解析結結果果を送信してており当該結果については スピーディの入力データとして用いられ、3月12日6時7分ごろに、計算結果が出力されていますと記載されています。つまり、前高木大臣はスピーディが活用できなかった理由について、ERSS が機能しなかったと答弁されましたが、一方で、この報告書は ERSS による解析結果が送信され、 スピーディーの入力データとして用いられたとあります。ここに明確な食い違いがあると思います。さて、どちらが正しいのでしょうか。大臣にご説明いただきたいのですが。中川大臣あの。おそらくですね、えー、さっき、先生からも、えー、自らお話があったように、この ERSS に対して、 現場のそ,のそれぞれの機器から出てくるその生データといいますか、これが電力喪失をして、機能をしなくなったために生データはここには届いていない、そういう意味で機能しなかったということだと思うんですね、しかしスピーディーに対しては、さっきあのまさにお話があったように、これまでの蓄積データを持ってですね、であの それこそ ERSS の,の機能として、えー、生データではないけれどもこれ,これまでの蓄積データをもとにして想定をした上であでスピーディーに送ってでその想定をされたものに、えー、基づいてスピーディがあーが起動したと、まあ、いうことだと思うんです。まあ、そんなようにこ、えー、このこの 文書の中とそれから報告書、まあ、特,特に報告書の中では、えー、そのような記述になっているというふうふに思うんですがそれをもって、えー、スピーディーが稼働したわけですけれども問題であったのはこの稼働したスピーディーのデータがどのように活用されたかということだと思うんですで今回の場合もうご指摘のとおりそれを例えば避難誘導に、えー、即使ったということではなくて であの参考データとして、えー、使われてで、官邸危機管理センターには送付をされなかったとで、そこで間違った判断があったんだというふうに思います上野君あくまでもスピーディーは、えー、予測です、そしてあの先ほどあのお話し,しましたよ何度も、えー、原子力安全センターも、そしてジェイネスも。 これは十分に予測に使えるデータであると、えー、確信を持っています。えー、そしてですね、高木も前大臣の、あのー、答弁が、やはりこれで大変、えー、私は不満を抱きましたので、実は、えー、中川大臣に代わ,わられてから私また改めて質問収集を 提出させていただいておりますが、えー、この中でも、えー、その答弁はですね、えー、何をおっしゃっているのかよくわからないような、えー、ご説明になっておりましたので、今日改めて質問させていただいたわけですが、あのー、実は、えー、それだけでも納得しないかったものですから、もう一度ということで、えー、こちらにいらっしゃいます熊谷議員と、石井議員と一緒に9月20日にですね、虎の門にございます、えー、JNS の方を訪ねてまいりました。 えそこでは非常にわかりやすく説明をしていただきまして、えそして、えー、これまで答弁いただいたようなスピーディーと ERSS の情報伝達がうまくいかなかったとか、これが利用できなかったとか、そういうことはありえないということが、さらにわかりました、なぜなら、経産省別館の緊急時対応センター、ERC の中には、ERSS の端末とスピーディーの端末が隣り合わせで設置されていたからです。 高木大臣もこのことはご存じだと思います。なのにもかかわらず、ERSS がうまく、えー、伝わらなかったので、利用できなかったので、えー、スピーディーはあのー、利用できなかった、運用できなかったというようなお答えをいただきました。私は大変納得いかなく思っております。えー、再度、中川大臣にこのことについてお伺いしたいと思います。中川大臣 あのもう一回申し上げると、ERSS というのは、どういう形で稼働するかといえば、その現場のです、ね、いわゆる原子力発電所の中にあるさまざまな計測メーターがあるわけですよね、でそれと連動していて、でその計測メーターの,その出てくる結果によって、どれぐらいの放射能の保湿量があるかということをまあ想定をしていくと。 いう機能で、あの、事故があってですね、電源が全部止まって、で、このそれぞれの計測機器というのをダウンしたわけです。今でもダウンしてるんです。ここからはあの何もデータが取れない。なもんだから、あの、どういうことをしているかというと、スピーディーの場合は、一つは、結果として放出された、あの、放射線を、その放出された地点で、 それぞれ測定をしてで、それから逆算をして、もともとの,の、うん、原子力発電所のサイトからどれぐらいの量があその創出されたかということを想定をするというようなあのことが一つ、それからもう一つは先ほど言われたこれまでの現実の蓄積データというのがあって、でそれをまた参考にして出すということ。それを合わせて あのこの ERS の機能として見るならば、その機能をもってスピーディーに伝達をして、でスピーディーはその想定のもとに起動をしたと、まあ、いうこと、まあ、そのようにあの理解をしています。で、そのことをあの高木大臣も説明の中でもされているんだというふうに思うんです。で、まあ、さっき申し上げたように、問題といいますか、あの、 えー、ここで問題になるのは、そうした形で、想定という、そのデータの中で起動された。